兵庫県旗は日本の都道府県の一つ、兵庫県の旗。神戸市中央区の兵庫県庁舎2号館。最上階右側に県旗のレリーフが飾られている。1964年6月10日、兵庫県庁の新庁舎落成を記念して制定された。著作権法の規定により、2015年1月1日よりパブリックドメインとなっている。県庁舎2号館の最上階には、 正門側に向かって、左に日本の国旗、右側に剣旗のレリーフが飾られている。デザインの意味は、日本海と瀬戸内海の両側に面する剣道、波の形に図案化した白抜きの平の文字で表したもので、配色のセルリアンブルーは若さを、白は明るさと素直さを表現している。なお、 兵庫検証は1921年に制定されたものが検記とは別に存在しているが、検記が制定された後は、検証が使用される機会がほとんどなくなっている。日本郵便発行の郵便番号簿や全国知事会のサイトでも、検証でなく検記が使用されているが、県では全国知事会のサイトに、検証でなく検記を使用している理由については、公式サイトをはじめ、 研究が使われることが多かったから、検証が使われなくなった理由については、わからないとしている。ありがとうございます。